鎖骨は、獅子動物の肩体を構成する骨の一つ。鎖骨の一人の鎖骨は、胸骨と肩甲骨を連結することで、肩構造を支持し、また、各種筋肉の起死基礎基板として機能する。馬、犬、牛、象のような走行性の哺乳類等では退化している、場合も多い。鎖骨がないといわゆる抱きつく所作が困難で鎖骨のない動物は、木登りができないことから、 早期に草原に進出した動物は長距離移動に適応して鎖骨が退化し、長期間森林に生息した動物には鎖骨が残っているのではないかと考えられている。鳥類では左右の鎖骨が融合し、通る重い骨、または股骨と呼ばれる。人の鎖骨は人体の中で最も折れやすい骨であり、肩に加わる衝撃を吸収するためのクラッシャブルゾーンの役割を果たしている。 こうした特徴に着目し、三点式や四点式のシートベルトや命綱などが開発されている。内側端で胸骨と関節し、胸鎖関節をなし、外側端で肩甲骨と関節し、検査関節をなす。ラテン語名クレビキアラはクラビスの指小型で小さな鍵の意味。古くは鎖骨とは、 菩薩の体にあると言われる砂上に繋がった骨を刺し、フッツでいうシャリに相当する生物であり、構想への惨事にも用いた。漢方転石では、主に、血盆骨の名が用いられ、解体新書では、前の両宅と、杉田玄白もこの語を当てたが、重定解体新書では、大月玄宅が訳し直し、鎖骨の語を当てている。この鎖骨は血盆骨の別名の一つで、 古くは1247年に出版された包囲学書あら演習録に使用が見られる。他に、鎖小骨、小骨、欠盆骨、骨、虚骨,骨ともかく、鎖骨内側のくぼみを欠盆という、鎖骨外端の形結を虚骨穴という。近年では、鎖骨という名称は、昔の中国で囚人を捉えておくために、この骨の後ろに穴を開けて鎖を通したことに、 由来するなどと主張する者も,もいる。ありがとうございます。